どうも、始まりました。大野隆弘のオーナーライト日本第200回でございます。ありがとうございます。<laughs> まあ、第200回ということでね、ちょっと特別なことをやりたいと先週、えー、言いました。ね、えー、まあ、そのつもりで、えー、今日はやりたいと思います。よろしくお願いします。えっとね、あの、今日コンビニで本当今日の話なんですけど、レジ打ってて、で、あの、バーコード決済って皆さんご存知ですか あのペイペイとか、あと、ラインペイとか、メルペイとかね、うん。まあ、いろいろあるじゃないですか。バーコードかざして、ピッて、えー、スキャンすると、そこからお金が引き出される。ね。で、えー、支払い完了みたいなあ。そういうのがね、あるんですよ。で、まあ、もう最近普及してきて、まあ、いろ、みんなね、なんかもう慣れてきて。 ま、スムーズに行くようになったんですけど、今日ね、なぜかね、ちょっとわかんないんだけど、まあ、僕がね、ま、あこの、まあ、何円です、ね何円です、何円です、というかね、例外合わせまして、えー、2300円でございます、みたいな、まあ、言うじゃないですか。そしたらね、まあ、あのー、ペイペイで、みたいなこと言うんですよ。で、バーコード決済のバーコードすか、あのー、見せてくるわけですね。はい、で、もう俺が、まあ、あのー、スキャンするわけですね、そこで。でな、ね、んでかわかんないんだけど、スキャンしようとしたら、 ヒュッてなんか、引っこ抜くのよ。なんかよくわかんないんだけど、引っこ抜く、なんか、引くのよ、なんかこう、ヒュッて。合わせないようになんか、いやいや、あ、えみたいな。まあ俺もなんかちょっとびっくりしちゃって、まあ、まあ、まあまあ、まあまあまあ、まあ、ねえあ、ごめんなさい、みたいなこと言ってね、俺も。で、また2回目こう合わせに行こうとしてまた相手動かすんですよ。ふん、ヒュッて。え、何この状況と思って <laughs>。何この何、何なんていうの 鬼ごっこじゃないけど、なんか、俺がなんで追いかけてんのかよくわかんないけど <laughs>、そのバーコードを追いかけてさ、ね、スキャンしようとしてんのに、なんか逃げるんですよ。いや、なんなんだろう、この状況と思って、もう一回やってみたら、また引くんですよね。いや、もうなにこれ、と思って、俺。<laughs> うん。いや、俺もさすがにね、もう声出ちゃったんですよ。 いや,いや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 って俺 <laughs> なんか芸人っぽいのがちょっと出ちゃって「いや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 」みたいなちょっと笑いながらちょっと出ちゃったんですよ。うん、でまあねよまあそう推測なんですけどなんかあっちから俺のこのバーコードのスキャンに合わせに来たみたいな合わせに行った、えー、ような感じであっちの人もなんかあっちの人も全然ゲセない顔してて。 あちょっともう止めてもらっていいですかって俺言って。携帯止めてもあの、動かさないでこれもらっていいですかって言ってピーって、まあ、あの答えだけ終えたんですけど。いや、あれさ、みんな多分分かると思うんだけど、あれ絶対さ、みんなそのまま動かさないですよね、バーコード。俺初めて出会いましたよ。あっちからスキャンに当てに行く人。<laughs> 本当に <laughs>。 うん、俺が持ってるスキャンするね、スキャナーって言うんですかね、えー。それにわざわざ俺から行くはず、俺から行くはずなのに、あっちから差し伸べてくるやつ初めて見ましたね。うん。さすがに僕もね、今日ちょっと笑っちゃいましたね。うん。まあそれよりね、はるかに想像を超えた出来事がね、あってね、うん。あの僕、今日はね、インド人に2回間違えられました。はい。<laughs> うん。あの本当はマスクの影響なんだろうと思いますよね。うん。

はい、どうもみなさん、こんばんは。大野高竜のーナライト日本、毎週金曜夜10本目タにお送りしています。えー、お相手は吉本芸人、大野高竜が進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。<laughs> えー、まあほんとごめんなさい。くだらない話を連発してしまいまして、<laughs> 申し訳ございません。ほんとインド人に間違えられて、ほんと本当びっくりしましたね。うん、で、相手方もなんかね、ほんと、ただの、なんていうんだろうね、うん、まあ僕、推測ですけど、相手もインド人だと思うんですよ。 まあいつもカレー買う人なんですけど <laughs> まあカレーいつも買う人だからまあインド人ってまあ俺は思ってるんですけどえー、まあね僕のことを、ね、インド人だと思って「ええお前インド人だろ?」とかなんか言ってきて、ね「いやあのジャパニーズジャパニーズ」って言ったら僕のねまあ髪の毛まあラジオでは伝わりラジオっていうこれで伝わりにくいですけどまああの髪の毛僕テンパなんでくるくるなんでなんかね結構そういう人多いみたいですよあのあっちの方では。うん 髪の毛、なんか、インド人みたいだよ、とかって言われて。うん。いや、ののジャパニーズ、ジャパニーズ。ジャパニーズに誇り持ってるって言,言っときましたけどね。うん、<laughs> ええー、まあこんなね、あの <laughs>、まあこんなくだらない話でもう半分過ぎちゃってると5分でもね。ええー、はい、もう、あのー、今日特別なことをしたいっていことだね。ええー、まあタイトルにももうあると思うんですけども、ちょっと僕ね、ここでね、ちょっと告白したいと思います。これ聞いてくれてればね、答えが聞きたいなと思って。 うん。もう相手に伝えれないんでね。えー、もう告白したいともう。もうガチだと。うん。それはね、えー、現役のアイドルの方です。はい。えー、レディー・トゥー・キスというグループに所属してます。佐々木美穂さん。はい。えー、もうね、本当にね、あの、たまたま僕ね、あのー、まあその、 その人に行き着いたんですね。まあ、あの、YouTube 見てたら。もうなんか、ひ、まあ、一目ぼれっていうか、もうほんと愛い,いなと思って。で、ツイッターフォローしたんですよ。もうすぐね。ツイッターフォローして。で、えっと、なんかよくね、その、おはようとかって、その、佐々木美穂さんが、えー、まあ、みんなに向けてね、言ってくれるんですよ。おはようってツイッターでね。で、僕もおはようございますとか、おはようとかって返すんですよ。そしたらね、いいねくれるの。 いいね。うん。で、まあ、他の人にもいいねしてるんですよ、もちろん。僕だけじゃないですよ。でもね、なんか僕のいいねだけね、なんか、なんかね、輝いて見えるんですよね。<laughs> うん。なんかいいねって、ツイッターのいいねってあの赤いね、あのハートのやつじゃないですか。いや、僕にはなんか虹色に見えるんだ。うん。なんかね、光り輝いて見えるの。うん。えー、なんかそのいいねがすごい押されて、 なんかちょっと僕好きになっちゃって <laughs>、うんまあ、完璧にこれ踊らされてるかもちょっと分かんないですけども「いいね」がつくなかなかいないですよアイドルの方でねえー、ねえこうなんかやり取りっていうかまあこう送って「いいね」してくれる人なかなかいないですよ絶対まあ僕は佐々木美穂さんにしかしたことないんでまあ分かんないですけども、えー、それでねちょっと僕ね本当にね あの告白したいと思って、うん、これもうほんと佐々木美穂ファンからしたらほんと殺されるかもしれないが <laughs> 本当に現 <laughs> アイドルに告白っていうねまあ今日は特別なことをしたいと思ってたんで、えー、もうこの場を借りてねあのほんとごめんなさい、えっと、皆さんにとってはもう関係ないかもしれないですけど、えー、レディー・トゥ・キスに所属してグッというグループに所属している佐々木美穂さんもしこれ聞いてたらね是非、えー、ね何かしら 何かしらご一歩ください。僕はあなたのことが好きです。あの、これうちでごめんなさいね。あの <laughs>、危ない感じではないですからね。本当にやめてくださいよ、これ。本当、こいつ危ねえんじゃねえかみたいな、ガチで捉えないでくださいよ、皆さん。僕はガチですけど、皆さん、危なくは捉えないでください。もしダメでもちゃんと引き下がりますから。<laughs> 本当に。 なんかこいつストーカーになるんじゃねえかとかそういうねあの思われたら嫌なんでもう僕はほんあにガチでもこれっきりなんですけど僕は本当にこの笹木美穂さんがも好きになっちゃったんですよ好きになっちゃったのしょうがないじゃん好きって気持ち止められるみんな止められないでしょ経験したことある人ならこの人好きだなって思うとさ止めらんないじゃんでしょだからさ俺はもうここでっっちゃったわけ うん、この公共の電波というかね、えー、いうこのね、ラジオでね、えー、もう言っちゃった。うん。佐々木美穂さんのこと俺好きです。大好きです。はい。真剣にお付き合いさせていただきたいです。よろしくお願いします。ね、もう本当に現役アイドルにこうやって公で、えー、告白するなんて前代未聞だと思いますけど <laughs>、ぜひともね、これ聞いてたら何かしらご一報いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。 えー、ということでね、えー、この僕から、えー、佐々木美穂さんへ向けた歌歌いたいと思います。えー、SMAP さんで、えー「君と僕の6ヶ月」という、ね、歌があるんですけど、えー、それをね、僕の、えー、僕バージョンで歌いたいと思います。それでは聴いてください。王の高色で「君と僕の6ヶ月」。 深夜のコンビニバイトを始めて必ず立ち寄る君に恋をしたアドバンお釣りが切れてるふりして君をレジ前に引き止めたよねきっかけなら平凡だったけど永遠に 「続けられる気がしたよ」「夜に出会った恋だから」「夢見てるのかと疑ったけど」「この頬を君に詰めてもらうたび」「とても痛かった」 ただ愛し合う気持ちだけじゃどうにもならないこともしたよでも君との思い出は消えないさ朝も夜の中でどうもありがとうございます ありがとうございます。聴いていただきました。大、えー、野隆弘で「君と僕の6ヶ月」です。まだ僕と佐々木美穂さんは始まってませんよ。まだ始まってませんけども、もう始まったつもりで歌わせていただきました。<laughs> えー、この放送でね、えー、とちょっと弾いてるってう方、ちょっと待ってください、皆さん。えー、あの <laughs> 第200回なんでね、特別なんでいいじゃないですか。うん。現役アイドルに告白ということでね、ぜ、え、ひ、ー、ともね、えー、みんな弾かないでください。 あのー、大野い色は嫌いになっても OHK は嫌いにならないでくださいねえー、以上ですありがとうございましたではインディングいきましょう、えーえーまあ、前代未聞の現役アイドルに告白愛の告白ということでね、えー、第200回これで締めさせていただきたいと思います えー、来週からね、また通常通りの放送していきます。えー、もしかしたらね、来週、えー、どうなってるかわかりませんけども、もうね、宇宙天になってるかもしれません。よくわかりません。うん。この告白が届いて、なおかつ、成功したら、僕はもう本当に嬉しいです。ただ、佐々木美穂ファンの方、佐々木美穂さんファンの方には申し訳ないですけども、僕は本気なんですよ。本気なんだよ。それだけわかってくれよ。本当お願いします。あの、本当に、 希望中傷だけはやめてください、僕に。<laughs> お前消えろとか、ふざけんなと、アイドルに手を出すなとかっていうのは本当にやめてください。それはもう怖いです。お願いします。えー、ということでね、えー、今日ね、えー、佐々木美穂さんへ、愛の告白というね、スペシャル、えー、お送りしましたいかだ。いかがだったでしょうか。えー、来週から本当、またね、第201回とね、続いていきますんでね、またね、よろしくお願いします。金曜夜の夜は、オンルナイトニだ えー、大野カ井のオノレートリポをン毎週金曜夜10分目取にお送りしてきました。お相手は吉本芸人用の高井が務めさせていただきました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。では最後に一言夢で会いましょうバイバイうん、第200回おめでとう